今日バスに乗った時の出来事。カップルが乗ってきて優先席に座った。まあそれはいい。だが途中お年寄りが乗ってきても席を譲らない。カップルの正面にお年寄りが立っていたわけじゃない。もしお年寄りがカップルの正面に立っても年寄りに席を譲らないようなら言ってやろうと思っていたら、そこに小学生低学年らしき子供2人とその両親およびジジババの集団が乗車。そしてそのカップルがなぜかその子供に席を譲りやがる。数駅我慢してたが耐えられなくなり、お年寄りに席を譲らなくて子供に席を譲る意味がわからんと俺が言うと、そのカップルではなくその子供のジジが食ってかかってきた。ジジが病人や妊婦の絵が描いてある優先席の案内を指さしながら、子供だって似たようなもんだろと意味不明なことを言うので、俺がどこが似てるんだよ、全然違うだろと反論すると、ジジはさらに、子供は大事に決まっているだろ、俺だって年寄りだとのたま嫌がる。なので、お前の孫をお前が大事なのは当たり前だろ、他の人に関係あるか、だいたいお前は孫にどういう風に育ってほしいんだ、お年寄りに席を譲らない子供に育ってほしいのか、そんなことやってたらお年寄りに席を譲らない子供に育つぞ、お年寄りに席を譲る子供に育てたいのか、お年寄りに席を譲らない子供に育てたいのか、どっちなんだ、子供のためにも席を譲らせろと言ったら黙って背を向けたけどね。ああいう孫に嫌われたくないから子供を甘やかすジジってどうにかならんかね。本当に孫が大事になら、その孫に嫌われても孫がちゃんとした人間に育つように、孫にちゃんとしつけけしろよと思う。